サキですね。キリュウさん、また来てくれて嬉しいです。さあどうぞどうぞ。俺実は人見知りなんだ。そうなんや。でもうちとは普通に喋れてるし、うちら相性いいのかもしれませんね。そうかもしれないな。確かに桐生さんって物静かなイメージありますもんね。でもたまには大騒ぎしたりする時とかないんですか？お前といる時がそうかもな。え？大騒ぎでこんな感じなら通常時は一体。お酒ですか？とりあえず。ほう。そうなんですよ。お、キリュウさんジムに通ってはるんですね。適度に運動し、いつか一緒にキリュウさんとジム通いデートとか。恋するとその人に尽くしたくなっちゃうかな。うちは毎日料理を作ってあげたりしたいですね。こんなこと言うとキャラに合わない。そんなことはないんじゃないか。お前は一人。え、そうですか。そんな風に。ポケットサーキット。もちろん知ってますよ。小さい頃うちはマシンはゴーレムタイガーを使ってましたね。そろそろお時間と。ごゆっくりどうぞ。あんまり知らないんですよね。いろいろ。へえ。そろそろお時間。ごゆっくりどうぞ。やっぱり年上の人ですかね。リードしてくれる男性の方が好きですね。
ありがとうございます。ところで先はどうしてプロレスラーになったんだ？きっかけはあるのか？実は最初は全く興味なかったんです。でも途中から面白さに気づいて好きになっちゃって、気づいたらプロレスに魅了されてましたね。そこからは努力の日々です。辛いこともありましたけど、なんとかご縁あってプロレス。ほう、最初から好きだったわけじゃないんだな。はい、でもとある試合を見てすごい感動したんです。試合を通して生きる力をもらったっていうか、その時思ったんですよね、うちもこんな風に感動を与えられるようになりたいって。